ハイチのダラダラジオ。皆様こんばんは。どうもハイチです。6月のダラダラジオよろしくお願いいたします。で、今月はちょっとねプログラムが違いまして、あいつのコーナーないよ私の弟のねハジが恋愛相談載ってるんですけども、そのコーナーが今年じゃないわ今月はねなしでございます。なんでかっていうと、先生からの寄せ書きはね読ませてもらうんですが、今6月3日に話してんのよこれね。でちょうど一昨日さ、6月1日に私12周年の記念イベントやらせてもらっていて、その話をしたい今日。だからイベントをね参加してない方とか、そもそもイベントって何っていう方にとってはへーで終わっちゃう話になると思うんだけど、どんな思いでイベントをやると決めたのかとか、どういう準備があって、どういう大変なことがあってみたいな、で実際その日どうだったのかみたいなのを残しておきたくて、俺がね本当にかけがえのない日になった、なりました俺にとってはね。そうだから、そう、それを喋りたくて、多分結構ボリューミーに話しちゃうんで、なんでちょっと今回はねハジにお休みしてもらってっていう感じになっていきます。ハジを楽しみにしてた方ごめんまた来月ねヤツに頼んで登場してもらいますので、よろしくお願いします。んじゃ早速話していきましょうかね。で、そっから話すんかーいって思うかもしんないけど、会場探しから話そう。あ、そもそもプロジェクトを立ち上げたとこから話そうか。あのね、イベントやろうって決めたのは8ヶ月前ぐらいかな、1年前ではないな、そのちょっと経ってないと思うんだけど、まあ、そのぐらい前に12周年記念のがちょうど土曜日だってなって、やっぱさ、なんか12の倍数、えと一周だからさ、大きいなってなってで、イベントやりたいなみたいな。そうで、それをマネージャーと話し合ってた時に、でやりましょうってなったの、8ヶ月前にね。そう、あ、ちょっと今日ごめんなさいね、私さ喉の調子まだ良くなくって、イベント終わってからさ喉悪くって、なんかちょっと若干かすれるんだけど気にしないでください。で、会場探しから始まったわけですよ。で最初は俺地元が群馬だから群馬でっていうふうに思ったんだけど、まあ、遠方から来てくださる方もいるんじゃないかなって考えた時に、じゃあアクセスのいいやっぱ都内がいいのかなってなったと。で最初は新宿とか渋谷とか東京あたりでって考えてたんだけど、みんな8ヶ月前なんだけどさ、会場空いてねえんだわ。そう、俺が舐めてた、これはほんと舐めてて、そう、やっぱ人気の会場ってね1年2年前から埋まるんだって、特に土曜日だからさ。そう、な、人気だからね。で空いてなくって、でも探してた中で、こう今回やった羽田空港のね第3ターミナルにティアットスカイホールっていうのがあるのよ、知らなかったんだけど空いてて、ちょうどたまたまで、視察すぐにねこう現地見させてもらった時にすごく良かったの、キャパもちょうど良かったし、マックスがねぎゅうぎゅうに詰めると220ぐらいかな。で俺想定がマックス180ぐらいがいいなって思ってたのよ、まあ、200でねチケットマックスは設定したんだけど、こう席の余裕とかを考えるとそのぐらいがいいなみたいな風に思っていて、でちょうどそのぐらい、まあでも100人も集まんないかもしんねえしなとかと思ってたんだけど、でもそこをもうお願いして、で会場が決まりましたと。そうで、そっからよ、じゃあ何やるかとかさ、どんなこう方向性で何を伝える場にするかみたいな。で自分がいろいろ考えた時に、こうやっぱり一番はさ、来てよかったって思ってほしい、当たり前です、みんなそう思ってるだろうけど、そういう会にしたい。でも自分がやっぱりこう記念、12周年記念だったりとか200万人とか、まあ、100万人の達成イベントもできなかったから、全部のお祝いの場にしたいなって思った時に、多分次がない、今はね終わってすぐで分かんない、次もやってみたいなって気持ちはないことはないんだけど、でも準備してる段階ではもう最初で最後になるんじゃないかなって思っていたの。だから人生一度きりじゃん。そう、一度きりだから自分のやりたいこと全部やらせてもらえる場にしたいなって思ったわがままだね。そうで、何がしたいかなって思った時に、まず一番ねもうすぐ思ったのは講演会だったのよ。でこれはもともと講演会だけにしようと思ってたの。そう、暑苦しい講演会、普段学校とかにお邪魔して、そこではさ、そんな暑苦しいものはやっぱり温度差ができちゃうから伝えることができないじゃん。例えば生きててほしいんだよとかって言えないじゃん。え、何言ってんのこの人ってなるでしょ。だからそういった思いを受け取ってくれる、そういう場にしてみたかった、一回やってみたくて。でそれだけにしようかなとも思ったんだけど、でも
さっき言ったみたいに人生一度きりだし、今までやってみたいって思ったこと何かなって思って、で俺この今2年ぐらいさ推し活をしてんのよ。あるね、ある方の推し活してんだけど、そのライブとかにも行かせてもらった時に、あと、まあ、コンテンツね、いろんな人が話を聞いたりした時にさ、あそういうの楽しそうだなって思うことがいろいろあって、で思ったのが、あのまずファンの方と一緒になんかゲームをするみたいな、楽しむそうっていうのが一個で、それが結局クイズ大会になった今回ね。そうで、あとはまあもともとアーティストにねなりたかった時期があったから、大学の時にちょっとだけサークルでさ、ライブちっちゃいねライブとかやったことはあったんだけど、それ以外なかったから、じゃあ歌を歌わせてもらう場にしたいなとか、うん、って思って、で結果的に、今回クイズ大会やって、でその後に今ボイシーとかでもやってるさ、相談答える生の相談室と、まあ、子供たちとか来てくださる方から無茶振りがあったらそれにちょっと答えるっていう、まあ、楽しそうだなみたいなだって、で事前にはなかったんだけどね、メッセージ、そう、YouTube とかでね活動されてる方からのビデオメッセージ、これはサプライズだったんだけど、みんなの会場に来てる方も知らなかったと思うん でそれをどうだろう、これ YouTube にね投稿されてるかな、もうあの投稿するかもなって今ちょっと計画をしてるとこだから、もしかしたら皆さんの目にも触れてるかもしれないんですけど、5人の方からねメッセージもらったので、それをね流して、でライブして講演会して、でこれも最後サプライズでお見送り会、そう、最後に今回さ特別なカードを作ったの、12周年記念用にね自分でデザインしたカードを作って、そこにサインを書かせてもらって、お一人お一人にお渡しして握手させてもらって、お礼を言ってお見送りするっていうのをやらせてもらうとまあそんな内容を詰めてさ、まあ始めたやったわけですよ。で準備に関しては今回本当自分とマネージャーさんが2人でほぼ全部準備したの、うん、2人で。だからね大変だったし、もう終わった後にはもうマネージャーと2人で、はぁってもうさ、はぁ終わったっていうそれしか出てこないって反省会したんだけど、反省会でもずっとそればっか言ってんの2人で。でもそれぐらい達成感がある。で当日は俺が信頼する学生の、そう他のねイベントとかでこう接点のあった学生の方とかにちょっと手伝ってもらって、運営をもう下してもらったんだけどさ、まあそんなんがあったわけよ、まあ、そんな準備だった、準備はね。だから手作り感満載だったと思います。全部手作り、その椅子に貼ってある席番号も俺が無印で買ってきたルーズリーフを半分にカッター板で切って自分で数字書いて貼ってもらったし、チラシ置いたのよね、プログラムとか物販のさ内容とかも置いたんだけど、それも全部デザイン自分がしてコピーして、セブンイレブンでコピーしてきて半分にカットしてみたいなそう、あとね、そう物販今回やらせてもらったんですけど、2つ手作りのものを作って、1個がステッカーシールね、シール3枚セットで売らせてもらったので、1個は自分の手書きのね一言メッセージ、これぜひ買った方がねどんなメッセージ当たったか後で教えてくれると嬉しいんだけど、そう84セットかぶりをねあんまなくしたかったから、多分65個5パターンぐらいかぶる方がむずいみたいなぐらいに、そういろんな一言コメント書かせてもらって、であともう一個がね琴の葉ボードっていう、そう自分が絵の具とねサインペンで飾れる、そう手書きでね、そのうまく言えないんだけど、琴の葉で俺が大好きな言葉を書いたメッセージボードを作って、そう、それは無印でさ多分写真を挟むやつなんだけど、そこに和紙に自分がこう文字を書いたものを飾れるように、それも作らせてもらって、そうなの、そんなのをしたんですよ、手作り感満載の回にしてっていう感じでやってきました。はい、もういっぱい話しちゃったよちょっとまだ話し足りないんでね、一回ここでじゃああれ行きましょう、曲と先生からの寄せ書きに行きましょうか。で最後また後半でそのライブじゃねえわ、回本番と会が終わった後どういう風にその場で感じたかっていうところをじゃあシェアさせてもらおうかと思いますので、まずねここで1曲お聴きいただけたらと思います。で今日はですねライブ4曲歌わせてもらったんですけど、やっぱ最後はこの場所からを歌いたいなと思って、それを歌わせてもらったの、作らせてもらった曲ね。で今回はこの場所から私の歌ったバージョンも投稿されてるんですけど、原曲のともこが歌ってる、私の親友のねともこが歌ってるその PV がついてるやつ
もし見たことない方いたらぜひ PV 見てほしいんですけども、そちらを聞いてもらえたらと思います。それではお聞きください。この場所から見えた教室と汚れた教科書に、そんな日常を思い出すこともあるけど、目元の笑顔と隠れた悲しさに、心は迷子になって涙を流した。きっと大丈夫そう言い聞かせても、でもどうせって逃げたくなるんだよ。本気で笑えるようなそんな人になりたくて、周りと比べて落ち込んで先生からの寄せ書きを2通、今回は紹介させていただきます。このコーナーはですね、全国で実際に先生をされている方たちから私のところに届いた学生からの相談、その中で先生方にシェアしていいですよって言ってくださった相談を実際にシェアをさせてもらっています。もうたくさん先生が所属されているエルベースっていう団体さんにこう一緒に協力してもらってるんですけども、紹介させてもらって、その中から先生から実際に子供たちにアドバイスが欲しくて、それを紹介していく場です。今回は2通紹介していきます。相談内容はですね、今回結構シンプルで、定期テストでね、英語の得点が取れないと、
どうやって勉強したらいいんですかっていう相談に答えていただきました。まず1件目がですね、三重県で小学校の先生をされている方からいただきました。ありがとうございます。定期テストでということですが、かつて私が英語のセンター試験で安定して8割取れた学習方法を参考になればと思い紹介させていただきます。私は DUO、DUO のやつね、DUO という、なんだ、DUO という参考書を徹底的にシャドーイングしていました。参考書は何でもいいと思いますが、長い目を見てシャドーイングをおすすめします。シャドーイングを通して英単語や文法を覚える。そして何より発音が良くなると思います。一般の方からの評価ではありますが、現在私は英語を習ったこともなく留学したこともないのですが、英語の発音がいいと言われることが多いです。高校の時に行っていた勉強方法ですが、今でもその基礎は衰えていないということを自負しています。定期テストでということですが、長い目を見て英語を習得する土台としてシャドーイングをおすすめしますということで、ありがとうございました。これシャドーイングって聞いてそれを真似して口で発音するってやつです。その言葉、文法とか、あと文章とかを聞いたら自分で発音する、つまり発音を寄せていくっていう。で、これはちょっと時間はかかるんだけど、まあシャドーイングって YouTube とかでも検索したらめっちゃ出てくるから、ぜひシャドーイングって何？っていう方がいたら調べてみてほしい。これはね、やると本当に発音が良くなるし、若干時間は途中で当然かかるんだけども、めちゃめちゃ定着率上がるから。そう、やっぱり口で喋るっていうのと耳で聞くっていうのも入ってるので、定着率もかなりいいので、ぜひやってみてください。では、もう一件紹介させていただきます。こちらはですね、大阪府で中学校の英語の先生をされている方からいただきました。ありがとうございます。英語の勉強でモチベーションを保つこと、得点力アップさせることは難しいことですよね。私も中学生の頃、英語の定期テストで平均点以下でしたが、3年生になってから一気に成績が上がりました。その秘訣は教科書の本文を徹底的に理解することでした。徹底的の文字通り、隅々まで何度も繰り返し表現を音読、書き写しました。その時、必ず新しく出てきた文の語順、言葉の順番ね、単語の順番を意識しながら行うと効果的です。すると、テストに出てくる表現が、ほにゃららゼミのように、先生伏せてるのように、この問題解いたことがあるぞと似た問題もできるようになってきます。単調な音読の繰り返しに飽きた時は、新しいアプローチを試してみましょう。音読の回数を記録して自分の成長を実感し、仲間と報告し合うことで励まし合いましょう。また SNS を活用して匿名で記録を投稿することも一つの方法です。英語の勉強は継続が力なりです。少しずつでも毎日取り組むことで確実に成果が出ます。私も英語力はまだまだなので一緒に頑張りましょうということで、いいね、なんかあったかいねありがとうございました。しかも実際ね、中学校の英語の先生をされてる方で、しかもさ、なんか私もね、こういう仕事してなければ多分思うよ。何かっていうと、先生ってさ、ずっと頭良かったんだろうなって思わん？いや、俺すごく思ってるし、俺の生徒もめっちゃ言ってた、それ。で、実際俺もさ、勉強そんな得意じゃなかったから、そうだよ。そうだよ。まあ、知ってる方は知ってると思うんだけど、結構ひどかった時もあったから、だからそうやって、やっぱり自分が苦戦してた時期を知ってるからこそ、こう、やっぱり教壇に立ってる先生がさ、工夫してきた実績があるから、すごくね、言葉の重みもあると思うので、ぜひぜひ試してみてください。この定期テストをね、まあ、先生によっては、なんか教科書をあんま出してこないって方もいる。比率でね、あんまその比率を低い方もいらっしゃるんだけど、やっぱりさ、プログラム2と3が範囲だったら、そこの本文をきっちり覚えて自分で書ける。ね、その語順も、言葉の順番、単語の順番もちゃんと意識しながらマスターしてたりすると、いけます。だってワークも解けるから、そうすると。なのでね、ぜひ試してもらえたらと思います。先生方、そしてね、相談くれた方、聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、ということで、エンディングって言いたいんですけども、最初の続きを話していきましょうか。いつもエンディングでそんな長くないんですけど、ちょっと話します、ここはね。で、イベントの続きなんですけど、まあ、実際始まってみてさ、あのね、正直事前にチケット制にしてて、そのチケットサイト使ってやっててさ、
こう何名が事前に申し込んでくださ、チケット買ってくださって、で、まあ、入金も何人がしてくれてって、つまり入金してくれてればお金を払ってくださってる時点でその人数は確定なんですよ。そう。で、それも、もう100名以上の方が確定してて、もうそれだけめっちゃ嬉しかった。本当に。でも、あのね、当日、人いなかったらどうしようって不安は、当日の朝まで、俺、車でさ、群馬から羽田空港向かったのよ、朝。その日も、不安だった。不安だったよ。あのね、このイベント開催する、2週間ぐらい前から実はすごく胃の調子が悪くなっちゃって、多分ストレスなんだけど、結構ね、他の講演会とか仕事も重なってたってのもあると思う。いろいろプレッシャーもあったんだけどさ、食べたらもう体調気持ち悪くなっちゃうとか、寝れないというか起きちゃう、睡眠が浅くてさ、だからイベント当日も4時半とかに起きちゃってたし、起きる必要なかったんだけどね、その時間には。そうね、なんか人いなかったらどうしようとかもうネガティブなことめっちゃ考えちゃったのよ。そう、会でいっぱい大きな失敗しちゃったりとか、行かなきゃよかったって思わせたらどうしようとかね、言い出したらキリがないよね。でも YouTube で発信、みんなにも言ってるけどさ、不安とか焦りとかそういうものってなくならないと思ってんの。特に俺は自分の性格上無理なんだよね。だからあいつらと肩を組んでお前らがいるから頑張れるって。だってもし俺が、あ、全然余裕っしょって思ってたら、一生懸命で多分練習しないし、きっと油断しちゃうから。だからあいつらがいるから、一生懸命もっといいものにしようって思って、例えばチラシだったりとか、そのカードとかも、その納期ギリギリまでもうちょっとデザイン変えようって、どうしたらいいかなって、最終的にかなりこう変わってったのよ。で、最後は本当に最後にプレゼントさせてもらったカードも大満足だったし、やっとできたって、これだって思ったし、そう、それできたから結果的に良かったんだけど、体はほんとボロボロで結構しんどかったのね。でもさ、こう当日会場に10時に集合で、10時から、準備リハーサルとかもうガチガチにやって、で13時会場だったんだよね。だから13時ギリギリまでみんなと準備をして、で13時から14時の間は物販だったりとか、皆さんの入場のやつ、そこ俺出れないからさ、控室から会場の様子見たりとか、こう準備とか練習をしてたんだけど、徐々にお客さんが集まっていただいてさ、で会が始まったでしょ。でちょっとネタバレになっちゃう。で今回多分ね、その当日の映像素材撮ってるんだけど、あんまりどうだろうな、投稿するかしない可能性があるので若干ちょっとここでね、若干のネタバレになっちゃうんだけどさ、あのオープニングで映像あったんだよ。そう、映像が流れてからの、私登壇だったので、登壇した時にさ、お客様が本当100、結果で150ぐらいかな、160、150、160ぐらいの方に来ていただいて、そう、もうそのさ、光景見た瞬間にさ、もうなんか、うわって、すごい、なんて言うんだろう、アニメで言うさ、風みたいなのがブワーって顔にかかる感じ。もうね、胸がいっぱいになったの、その瞬間にね。で、そっから、まあ、オープニングトークさせてもらって、クイズ大会して、で、クイズ大会もさ、まあ、楽しく、いろいろハプニングもありながら、でも楽しんでいただけたと思ってて、楽しんで、いろいろクイズやって、みんなと。で、さ、生相談室と無茶ぶりもさ、で、いっぱいもらってたのよ。で、そっからランダムで弾いて、でも、弾いたのは中でさ、その翌日誕生日の子がいたから、みんなでハッピーバースデー歌ったりとか、無茶ぶりでさ、かっこいいコメント言ってくれっていうのがあって、もうめちゃくちゃ恥ずかしいコメントちょっと一言言ったりとか、あと何があったっけな、あ、測定したりとかね、もう謎でしょでもこう相談にも答えさせてもらったりとか、結構こうなんかメリハリのある時間になって、でお祝いコメントか、でお祝いコメントは今回5名からいただいたので、玄、あの河野玄斗ね、玄と、あと松丸くんと小島よしおさんと匠、呼び乗り匠と、あと元気先生ね、そう、5名から。でそれは俺がもちろんお願いしてたので、その5人から来るのはしてたんだけど、もらった映像は見てなくて、全部いただいた映像を見ずにマネージャーさんに任せて編集してもらって、で流したのね。そうだから俺もそこで初見で見て、まあ匠は匠でやってたけど、この映像流れてるかもな、もしかしたら投稿してるかもしれない、ここだけは。そうやってたけど、めっちゃ盛り上がったよ、さすが匠とか思いながら。でもさ、
みんなからお笑いコメントさ、うわこれもまたやばいわけよ。もう涙腺がねやばくなっていって、で歌ね、歌は本当にごめん、本当に会場に来てる方にね申し訳ない。もうさもう喉も、もともと喉の調子悪かったところに、今回1時間以上そこ喋ってたから、もう声が出ないのと緊張で体硬くなっちゃって、あとで俺映像見返したけどひどかったな、なかなかな。そう。まあ、でも、一個だけ、それでも4曲歌せてもらったんだけど、4曲は、まあ気持ちを込めたっていうのがさ、だからいいのかって話だけど、でも、気持ちを込めて届けっていうか、みんなの、なんかねうまく言えないけど、そう、それはすごく感じながら、思いは言葉に乗っけてしっかり歌えたかなとは思っているので、歌詞間違ったけどね、何箇所かね間違ったりちょっと涙腺で言えなくなったりとかもあったけど、そうそう。で最後講演会だったので、講演会はあの時もちょっと話をしたんだけど、スライドを使うか迷ったんだよね実際。でも結果的にはやめたの、スライドを使わずに、そう、みんなのこう顔を見て話したいなって思って、で話すことも、いやイメージはあったよ、こんなこと話してみたいなってのは当然考えるからさ、もうこの場ずっと求めてた場所だったから、このみんなに何も気にせずに思いをもう届けるっていう、どんなに暑苦しくてもきっと受け取ってくれるみんなだからって思って、ずっと何年もやりたかった場所だったのね。だからその場に立った時の自分にも任せようって思って話し始めた。正直何を話せたか、話し忘れたかっていうのは厳密には覚えてないのそう、ちょっとまだふわふわしてたりするんだけど、でもこう伝えたかった、これはと伝えたいっていうものは多分言えたと思うけど、泣いちゃったからね俺がね泣いちゃったからちょっとあれだったけど、でもみんなにさ YouTube とかでも言うけど、生きててほしいとか、幸せになってる、みんなの幸せを願ってんだぞっていう、俺がいるからみんな大丈夫だぞっていう気持ちというか、それは届けたくて、そうだから講演会の時間は録音 OK にしたの。そう、録画ではなく録音なんだけど、みんなが後で聞き返した時にちょっとまた支えになってほしいなってそう思ってね、そうだからそんな思いを持って話をしました。はい、っていう回だったよ実際こうあの場に立ってみて、みんなの表情だったりとかを見てたらさ、こう俯瞰的に見る瞬間があるの、舞台に立ってる時にね。ふっと自分の配置のこう目線よりもちょっとこう宙に浮いている自分ね、第三者目線みたいなのになった瞬間がダメだね。あ、願ってた場所にいるんだって思った時に叶ったんだって思った時にあとみんなの思いと自分の思いが、いつもさ YouTube 撮ってる時にも俺はみんなを思って撮ってるの、矢印をみんなの方向に向けて話してるし、みんなもコメントだったり俺の動画見てくれてる時は俺の方に矢印を向いてるじゃん。だから当然そこはお互い思い合ってると思うの。俺はみんなのこと大好きだし、みんなも俺のことを好きって思ってくれてる方もいると思う。みんなじゃないかもしれないけど思ってるから、こうお互いに矢印が向いてるでしょ。でもなんていうのかな、オンタイムじゃないというか、その時間が重なってないから、あの瞬間は同じ時間、同じ場所、同じその場所で共有してて、すごいその矢印が本当にくっついて双方向になってるっていう、あ、みんなと繋がれてんだってYouTube やってるとどうしてもそこが薄くなるんだよね。目の前に生徒が、子供たちがいるわけじゃないから俺は。だけどあの瞬間、それをすごく感じた時に今思い出してもちょっと危ないんだけど、涙が止まんなくなっちゃって、そうだからちょっとあんな講演会になっちゃったんだけどね。でも終わった後、渡し会の時にみんながすごく喜んでくださってたから、だからやってよかったなって、心から思う、そんな時間でした
今日もちょっと話しすぎちゃったけどね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。よし、じゃあ締めに入りましょうかね。はい、ということで、6月のダラダラジオでした。ありがとうございました。7月、来月はですね、きっとあの男また戻ってきますので、また通常回ということで投稿します。まあ多分月の中頃かな、中頃から後半ぐらいになるかと思うんですけども、違うよ、あ、いけるかな。7月のちょっとね、頭に私10日ほど日本離れてしまうので、あ、それはまた言います。イベント来た方はね、知ってると思うんだけど、ちょっと内緒にしといてまたちょっとちゃんと発表するので、そこはね、また、はい、そっちも見てみてください。ではまあ、でも7月中には投稿できますので、よかったら来月またお付き合いいただけたらと思います。ではでは、また次回お会いする1ヶ月後ぐらいですかね。それまでこの1ヶ月間お互い頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。